涙グッバイ花びらの嵐、新しい季節のドアが開く、はにかむ顔も叫んだ声も本当大好きだったんだ、君に咲く。
ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。三名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三ミューミーツアコースティックボリューム5。もっとやってる気がしますよね。ね、トリビュートライブと合わせるとね、確かに結構あるかも。アコースティックで、この時期にですよ、なんていうの、この卒業間際にさ、アコースティックでやれるのすごい贅沢ですよね。贅沢。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3名の曲もだったり、じゃない曲もだったりやりますけど、1曲目からアイドリングさんの桜サンキューっていう曲をずっと春になったらライブでいつもカバーしてたんですけど、あの曲いいんだよね。久しぶり。そうなんですよ。いい曲。みんな結構口ずさんでたから知ってる人も多かったかな。ね、今日はこんな感じで進んでいきますんで、いろいろ歌いますよ今日は、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケー。じゃあ3名の曲をね、まずは5人で何曲か歌っていきたいと思いますが、この曲最初に作った時はライブの最後とかにみんなでまた会おうねっていう気持ちを込めて作った曲。そうだね、そう言ってた。最近よく歌ってる気がします。そうだね、育ったねライブで。ぜひ聴いてください。最後のロニです。
聞いてもらったかな、うん、最後のロンリネスと、うん、風のミラージュ、うん、
あと久々に歌った、うん、グッバイ久しぶりかも。久しぶりだ。グッバイ笑顔のままで、うん、この曲すごいさ、レイカちゃんの卒業を思い出すんだよね。私はでもわかる。わかるよね、うん、思い出す。わかるよやっぱ曲ごとのね、思い出みたいなのって結構はっきりしてて、それぞれね、あるんじゃないですか、うん、皆さん、ね、楽しめてますか？大丈夫？ありがとうございます。じゃあ、うん、アコースティックではお決まりの、うん、ソロコーナーというんですか？はい、もうやだソロね、楽しいよね早い ね, ね, ね、カバーゾーンですかね。はい、そうだね。やってみますか、じゃあ、はい、誰からかな。はいはい、そう、なんか今日はトップバッターです。なんか自分でもびっくりするぐらい緊張してるんですけど、あのせっかくねソロで歌うので心を込めて歌いたいなと思います。それでは聴いてください、プログレス。僕らで地図を
とうございます。すがしかおさんのプログレスという曲を聴いていただきました。で、多分知ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかこの時期にこの曲を歌えて、すごいなんだろう、自分もすごい思い入れのある曲に今後なっていくんじゃないかなと思います。なんか歌詞も出てたと思うんですけど、なんかつまずいてるあいつのこと見て本当はしめしめと思ってたとか、やっぱ最初の頃は私たちね、なんていうの、そういう悪い意味じゃないですよ。なんかそのやっぱ周りが仲間なのかライバルなのか、なんかよくわかんない状況で、なんか自分のなんていうの、優れたとこ探してる部分とかあったりしたと思うんです、自分の中で。でそう、なんか泣きたくない泣きたくないんだけど、なんかでも今の自分もやっぱまだなんていうの、自分の思っている場所じゃないと思ってるので、自分でも。なのでこれからまた成長していけるポイントになっていけばいいなと思ってこの曲を歌いました。はい、なんだろうな、そう、ありがとうございます。そう、なんかすごい大事な曲になったので、すごい良かったなと思います。はい、じゃあ続いての方にバトンタッチしたいと思います。どうぞ。しめしめと思ってたん？思ってないです本当に今で裏で爆笑だったよ、こっちのスタッフさんと思ってないんですよ。仲間が敵か分かんない時にしめしめっておもろかった。年齢が年齢だったから、だって若かったんだもん、あの頃は中高生だったでしょ。懐かしいな。で、まみちゃんはさ、同い年やったからさ、うん、なんかその当時最初の頃とかさ、このやっぱ最初の方、年の差って結構意識するじゃん、うん、やっぱ年上やったら敬語かなとかさ、慣れるまではなんか、ためってまみちゃんしかいなかったじゃん、最初。そうだね、3名始まってから、うん、なんかちょっと同い年ってやっぱ心強かったりとか。ほんとしたんだよね、うん、私はねいや、あやなが一番ちょっとライバル心持ってたから、私、そうね、なんかそういう感じした。私にとってはね、ね、そう、全然そんなことなかったよ。あ、ほんと私は全然ね、なんか今はね、まみちゃんって思ってた。もうみんなのこと認め合ってる存在だからね、もうみんなで認められた？認められた？認め、あ、よかった、認めてます、一応よかった、まあ、そうですね、うん、次は彩菜の番なんで、はい、彩菜にの曲をしっかり聴いてくださいありがとうございました。しっかり聴いてくださいまみちゃんらしさ全開でしたけれども、続いては私のターンになります。このね、アコースティックライブが始まってから、まあ、やっぱみんなそれぞれ一人で歌う時間とかも増えて、まあ、歌について考える時間とかもすごく増えたりとか、まあ、みんな自分の声の個性見つけたりだとか、とってもなんかいい経験をさせてもらったなと思いつつ、続いてはこんな曲を歌いたいと思います。聴いてください、永遠。Thank you.
ありがとうございます。ザードさんのカバー曲で永遠という曲を聴いていただきました。まあ、本当はそういう曲じゃないんですけど、なんか歌詞の中で永遠という言葉が結構たくさん出てきて、なんか永遠ってあるのかなって、これなんか答えはないかなと思うんですけど、そうですね、なんか三遊で過ごした時間も、まあ、永遠じゃないからこそ、あるかどうか置いといて、3分の時間はね、やっぱ永遠じゃないからこそ皆さんとの一瞬一瞬を大事にできるかなと思ったりとか、まあ、楽曲はねこれからも残るので、永遠というかこれからも聴いていただけたりとか、なんか皆さんの心に何か3分が残ればいいなと思いながら歌わせていただきました。ありがとうございました。ついね、こういう歌を歌うとさ、ちょっとお堅い感じになっちゃうよね。ついなんか、じゃあ、ね、次のメンバーを呼びたいなと思います。やっちゃん、やっほーペコリー、どうもどうも、こんにちは大丈夫大丈夫大丈夫、ごめん、ごめん、息してる、うん、オッケーオッケー、かろうじて、よかったよかった、かろうじて息してるらしいんでね、うん、いいよいいよ、喋ってるわ。やーちゃんが次は歌ってくれますけれどもみんななんかどうした、息してる、うん、じゃあね、次は私の次、やーちゃんが歌ってくれるということで、やーちゃんにバトンパスしたいなと思います、はい、ありがとうございました。どうも。よし。ごめんね、なんか歌えんのこの人みたいな感じよな今。大丈夫。歌う。もうね、ちょっとどんな曲かっていう説明もしようかなと思ったんだけど、まあ、聞いてもらおうかなと思います。じゃ早速ですが、聞いてください。元気でいてね。
ありがとうございます。奥花子さんの元気でいてねという曲をカバーしました。もうなんかね、そう、なんかみんなそれぞれね、いろいろ結構幅広い感じの曲をカバーしてるんですけど、なんか最初違う候補曲があったの実は。でもそう、この奥花子さんがってすごく好きで、でいろいろ曲を聴いてる、今までいろんな曲を聴いてて、この曲好きだなって思ってた曲が今のなんか自分の気持ちとなんかリンクした、ビビビッときて、ちょっとあのこれ歌わせてくださいって言ってね、ちょっとお願いしてみて歌えることになりました。伝わったかな、なんか人の曲で伝わったかな、大丈夫だったなんかすごい大好きな曲なので、またねお家帰ってじっくり奥花子さんの曲を聴いてみてほしいなと思います。ありがとうございました。緊張した次のメンバー呼ぼうかな。続いての方どうぞ石原さん、お久しぶりの石原さんだ。お久しぶりです。お久しぶりです軽くない軽くない、楽しみにしてきました。よかったですすごい MC のお姉さんそれはよかった、元気でいてね、よかった、ね、本当もうってなったら、もう心臓がキュッキュッって2個あんねや、心臓あ、もうそうやな今2個あったよね、そう、キュッキュッってなった、うん、帰ろうか、うん、あ、え、見ててもいいよ、ここに温度も変やんな、それ聞いたってもいい、それはそれでちょっと気まずい感じになるからありがとうございました、後ほどありがとうございます。いやいや、なんか今回そういうテーマの曲多くない？何？元気でねみたいな、元気でねみたいなまたねみたいな、またねみたいな曲が多いけど、ちょっとでも毛色が変わるというかちょっと、まあ、重くなりますね。そうだね、ちょっとやったことあるのよこの曲一回。そうだよね、ここでしょ、ここでやったことあるのよ。せなちゃんとやろうと思ってこの曲にしたこれやらせてくださいって言ったんですか？ダメですか？いやいやいやしかもちゃんとセナちゃんとやらせてください光栄です。そうね、全然西原さんやってくれないからさ、セナちゃん、なんでなんで打ち合わせなんですか？全然やりますそうそう、やる、やろうね、またね、そのうち需要があればありがとう、ありがとう、やりましょう、今日次第じゃない、わかりました、じゃあ歌詞できるかね、そんなこと言って、ね、まあでもちょっと楽しんでハーモニーとかもね聞いていただけたらなと思います。聞いてください。
友達だけど友達じゃいられない、もうこのままこれ以上曲も贅沢にやらせてもらいましたけど、はい、行かないで。徳永秀明さんの曲だと思うんだけど。そうだよね。なんかね、そうそう、玉木さんとデュエットしてるやつを見て、そう、 YouTube 送ってきてくれた。あれすごいよね。もう歌が上手すぎてさ、すごかった。どうよかった。雨のバースデー久しぶりに歌った？久しぶりに歌ったし、5人で歌ったっけ最近。歌ったっけ、歌ったないかな最近は。カルチャーズとかでやった気もするけど、なんかこの曲やっぱいい曲だなって練習しながら思っちゃった。そうですね、雨のバースデーね、うん、うん、聞いてみて。あ、でも音源とはもう年齢が違うからね、歌ってる時重みがね。そっか、そうそう、確かに。なんか本当に私ね、せなちゃんと西原さんとかやらせてもらう時期あったじゃないですか。うん、やらせていただいてた頃。ねえやめて、何なのその感じ。どういうテンションなのそれ。本当に私も歌さ、三味を始めて歌すごい好きになったんだけど、やっぱ本当に歌をやりたい人じゃないこの人は。これなんていうのその、いや、わかるよ。それを生業にしていきたい人じゃないですか、はい、うん、私はもともとお芝居やりたい人で、うん、まあ、その表現力とかなんていうの、歌もまあその好きだっていうだけだったんだけど、なんかやっぱ一緒にやるうちにね、まあ、好きなんだけどなんかもう届かないなみたいに思った瞬間があって、一回私もう歌やめピッみたいになった時があったの。西原さんやって。そうそう、もう悩んでさ、その頃
もうせなちゃんがすごいなって感じで、なんか昔話、そう西原さんとかやってた頃すごいそう思ってて、でもなんかこうやって生演奏とかでまた三ミューでやる機会とかが出てきてやっぱり楽しいなって思って、なんかメンバーそれぞれが歌を好きだったっていう共通点、そうだね、はすごい、歌好きじゃなかったらこんなにねねって思う、ライブも楽しくなかっただろうしさ、なんか練習とかもみんなさすごいノリノリでやるわけよなんか練習って嫌じゃない、できないことをできるようになるためにするのが練習でしょ、まあね、なんだけど練習もすごい楽しくって、歌は多分5人の雰囲気がいいからですよなんで笑うの、そうやん絶対別に良かないけどなんでそんなこと言うの、いいじゃんまあいいか、いいですね、うん、それも大事じゃん、だって確かにね、うん、まあでもなんか気づいたら長いことやってますよねまあいっか、みんな呼ぶか、呼んじゃう、はい、呼びますか、どうぞ、すいません、お待たせしました、思い出話してたね、思い出話したい人いる、なんかそういえばみたいな挙手制なのそれいいじゃん、せっかくあの今日アコースティックでさそう、喋ってもいいらしい今日、うん、あ、そうなの、うん、お時間あるらしいよ急にほらあの、お昼はお歌の時間だから、お歌の時間だからなんかそういう何でもアコースティックでライブし始めたのって割と最近だよね、意外といつからだろうね、2、3年前、最近でもないですけどあ、そうですか、でも3年前とかでしょ、ね、2、3年前で割と最近じゃない、5年になってからでしょ、ヤマハ銀座スタジオに出会ってからじゃないそうそうそう、きっとそう、ここもう常連やもん、すいません、お邪魔してます、そうスタッフさんもね、みんな、うん、いい人で楽しんでるよ、みんな本当もう歌った方がいいよね、喋ってるより歌ってよ歌いますかちょっと次の曲なんか紹介して、誰見てんの今、誰見てんの、誰見てんの、いっぱいいるけど、いっぱい誰見てんの、こんな4人とも無視することある誰と思って誰にこういくから、皆さんで紹介してくださいよ、珍しくないこういう曲歌うの、ちょっと壮大じゃない、なんかこれの選ぶんだって思った、この曲はね、あのスタッフさんのチョイスというか、そうそう、うんうん、でも、うん、歌詞見たら、うん、ああ確かにって思った、でも横一で歌ってる感じ想像できる、これからの、うんうん、そうね確かに絶対知ってるんじゃない、みんなも、うん、聞いたことあるんじゃない、聞いたことある方多いかも、いやちょっと張り切っていきましょうか、5人せっかく揃ったし揃えましたね、じゃあ楽しんで聴いてください、それとも不調和な日々に芽生えた違和感、
光に変わる
ありがとうございます。ふーん、あっという間に終わってしまったね。早いね。早い、あっという間でしまったね。終わりましたね。新しい、やっちゃった、ね、え待って、怖いんだけど、このスピードで終わっていくの、ね、え怖いんだけど。ちゃんと楽しかった。楽しかったんだ。大丈夫だった。楽しかった。世間的にもいろいろ大変な時期ですけど、はい、こうやって来てくださってね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。体には気をつけてね、うん、みんなで予防とかしながら、ね、でもやっぱ楽しいことっていうか、自分たちがあの元気になれること、みんなが幸せでいてほしいからさ、毎日幸せを見つけて元気にやっていこうね、うん、はい、元気出た今日は。よかった。みんなのパワーになれるようにパワフルに生きていきたいと思います。今日本当に素敵な時間ありがとうございました。それでは以上、サミューでした。ありがとうございました。バンのメンバーの皆さんを拍手でお送りください。ありがとうございました。慎吾さんでした。のりおさん、しまよしさん、あすかさん、うん、ありがとうね。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。ございます。アンコール、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。なんかロビーに可愛いお花が届いてたんですけど、ね、いました。ありがとう。見た、みんなも5色の、ね、かわいかった。なんか本当にさ、今日入れたあと2日、うん、明日、今日明日で本当に事実なのこれ。ってぐらいね、どっしりするよね。なんかさ、ポカンとしてますけど、うん、わかんない、なんかそういう感覚が。でもみんなやっぱそういう思いで今日もこうやってさ、いろいろある中駆けつけてくれてるわけじゃないですか、うん、本当にその気持ちにありがとうって感じですね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんで今日サポートしてくれたバンドメンバーの皆さんを呼びますね、うん、バイオリンのアスカさんです。アスカさん。アスカさん、いつからですかね。一番最初なんですか。さ、あれかな、セナちゃんか。うん、そうです。そうですよね。全体はね、いつだろうか。初めて、いつの銀座、うん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 、ディスティネーションかな。いやね、サミューミーツ、え、なんか6周年の時じゃないかな。それだー。あ、え、お世話になってます、うん、ありがとうございます。アスカさん、バイオリンが入ることによってさ、すごい深みが増す。ふわーってなるでしょ。うん、ね、音色が美しいの、ね、バイオリンのなんか上品な人たちに見えるよね。自分たちが見えるだけなの。プラットフォームえ、ちゃうな、何あのバイオリンのポコポコのやつが好きです。あ、指で弾く、指でやるやつ、あれめっちゃ好きですって言いたかったです。今言いました。それ今言うんだ。そしてキーボードのりおさんです。のりおさん、のりおさん、のりおさん、いつもお世話になってます。今日シャツなんか可愛いですね。可愛い、思った。せなちゃんと並んで歩けそう。そう、なんかちょっと同じ感じ。ザラです。ブランド教えてくれ。銀座にあるんだよ。あ、そ、あそこよ。お揃いにしたかったらぜひ。のりおさんはね、サンミューの楽曲をめっちゃね、なんて言ったらいいんだろうな、フレーズとかを全部コピーしてきてくれて、ね、うん、忠実に。ありがとうございます。ありがたい、もう嬉しい。すごいよ、ほんと。弾いてる時がすごいね。そう。なんかツイッターとか見てるんですけど、キーボード、めっちゃ死ぬほどキーボードを弾いてる時ないですか。最高何個まで弾けるんですか。最高何個まで、なんかキーボード2つしか手ないんで。ああ、そう。あのなんか最高は2つなんです。最高2つか。
歌すと多分顔で弾けば。顔だね。なんかめっちゃキーボードこう、はい、数並べてやってる時ありますよね。6台とか。いやでも三味さんの時は一番多かった。あ、本当ですか。だまあ4台、はい、4台を使うのが人生2回目ぐらい。本当贅沢でしょ。いいな、びっくり。あの PA さんとかいろんな方に無茶を言って、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いろんな音色を作ってきてくれるんですよ、ね。そしてパーカッション綱吉さんです。綱吉さん、綱吉さん、あ、すげえなってますね、タンバリン。かわいい、お茶目、かわいい、左足のタンバリンが、ね、そう、もうアコースティックといえば綱吉さんですね。そうですよ、お世話になってます、うん、いつもお世話になっております。綱吉さんはちょっとあのこの際だから聞きますけど、おしめんは誰ですか。おしめんは誰ですか。マイク貸しましょうか。おしめん発表してください。聞いたことないです。全員ですよね。ありです、全員です、はい、ありがとうございます。じゃあ箱推しです。平和、箱推しですね、うん、箱推し。なんかさ、関西弁が落ち着くんだよね、やっぱりね、うん、ありがとうございます。そしてもう慎吾さんです。もう慎吾さん。どんな呼び方。ユタバンマス慎吾さんです。あ、もうほら自然と真ん中に出てきてくれるもん。ほらもう自然と真ん中へ。もう周年ライブでいつもね、かっこいいソロギターを披露してくれる。すごい、はい、すごい怖い。すごい近づいてきて。なんで一言。いやー、三味もついに最後ということでね、はい、あ、みんなこれから何すんのかなと思って。何するんですか、ミスは。あれ MC なんか料理ですかね。料理料理、インスタのね、はい、料理カニ。野田さんは何するんですか。そうですね、あのメロメロもありますし、あ、そうですね、個人の仕事も増やしていけたらなと思います。どう答えたらいいのこれ。どういうこと、真面目に答えた。真面目なやつ、はい、こう真面目ふざけた方がいい、これ。いや、真面目に真面目ふざける。え、木下さんはどんな感じで。真面目に、マジふざける、真面目に。あんた聞かれてるんだから答えないと。あの女優さんとかいろいろ遊んだりとかいろいろ。いや、女優さんやりたいです。頑張ってください。頑張ります。はい、新原さんはメロメロと、あとは何ですか。はい、歌です。そうですよね、お歌です。そうですよね、お歌頑張ります。あ、じゃあ頑張ってくださいね。ありがとうございます。冷たいな。小林さんは、やさん、小林さんは、あ、小林さんはそうですね、いい意味で変わらず生きていこうと思います。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。何のコーナー。じゃあ、ありがとうございます。こんな感じでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。今までこんなことあった。なかった。すごい、すごい、回してくれたよ今。ね、慎吾さんです。すごい、ありがとうございます。本当にね、私はね、ギターも一回習ったことある。一回じゃないね、習ったことある、うん、そうだよね。私もベース教えてくれたのくじめさんなんだよね。あ、そうなんだ。そう、バンドやった時に、うん、もうやめちゃってごめんなさい。もう一回できる。そうですよね、うん、お家に習いに行って、そう、そこから西原さんとかでもお世話になってきました。そうだ。まあでも形は変わるけど、ライブとかもまあおのおのできますんで、なんかもし機会があれば今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。します。はあ、すごい、ここまで来ましたね。はい、したよ、早。まあでもせっかくアンコールもいただきましたので、一曲お届けしてもよろしいでしょうか。それでは聴いてください、桜井のプロミス。わけもなく歩いた。誰もいない目
いつの間にか桜も七分咲き、溢れかえる人波、大勢の中にいるとなぜ孤独を感じるんだろう、今すぐ君に会いたい。桜色プロミス、いつもそばにいるよ、その言葉だけで強くなれる。出会いとさよならの繰り返しの中で、こんな気持ちになれるのはこの世界で君がいない。そばにいてくれますか。いつもどんな時でも離れていてもすぐ気づいてくれる。寂しいの最後、人混みの中でも見つけてくれる。もしかしてテレパシー、何も言わずに手をつないでくれる。柔らかなぬくもり、さっきまでの景色が変わってゆく。溢れ出すから色プロミス、はい、アコースティックバージョンでしたね、うんうん、
まあちょっと春の曲、なんか出会いとか別れとかの季節がやってきますけど、はい、まあ、いろんな局面で三味の曲、あのこの曲今聴くとすごい来るなみたいな曲とかも結構あるので変わらず聴いてもらえたらなと思います、うん、あれ終わりですよね、はい、終わりましたよね今日なんかね特典会がちょっとないんだけど、この場をお借りして本当にありがとうございました、ね、ありがとうございました。この間の東京からのツアーもそうですけど、こう卒業っていう局面でこうやって丁寧にツアー回らせてもらえたり、うん、アコースティックで三味の曲やれたりっていう、こういう時間が本当に作れて、うん、よかったなと思うし、そういう機会を作ってくださったチームの皆さんにも本当に感謝しています。今日最後なんですよね。そうなんです。本当に本当にまたどこかで、うん、一緒にやらせてください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ拍手で送ろうかな。送り出しましょうかね、うん、先にね。すいません、せかせかと。ありがとうございました。ありがとうございました。しんごさんでした。しんごさん綱吉さんでした、うん、キーボードのりおさんでした。のりおさん。バイオリンあすかさんでした。今日は夜ね、定期公演ファイナルっていうのもありますので、はい、ぜひとも、もうやり尽くせるぐらい曲やりますから、うん、あの最近歌ってない曲もいろいろ歌ってますけど、うん、久々にやる曲とかもありますんで楽しみにしててください、はい、あと明日が最後のライブになるんですけど、チケット取れなかったよって人がもしいたらごめんなさいなんだけど、配信もありますんで、うんうん、お家でも体調ちょっと優れないって方もお家で見てもらえたらなと思います。無理せず、じゃあセナちゃん最後の一言締めてください。最後の一言、はい、あのでも本当にこうやってあの最後にみんなでこうやって歌だけをねこうやってしっかり歌う時間があって、皆さんに届けられる時間が、ね、あって本当に良かったなって思います。皆さん今いろいろある中こうやってね来てくださって本当にありがとうございました。まだまだ楽しんでいきましょう締めていいですか。ありがとうございました。それでは以上、サミーでした。ありがとうございました。